どうも、ウェダックスです。今日はですね、パソコンのケースなしでパソコンを一度組んでみたいと思うんですね。するとすごく簡単なんです。しかもあっという間に出来上がる。これを見ればですね、パソコンの自作は結構簡単だと。一番結構めんどくさいのはケースにこのパーツ類を収めるのが一番大変なんですよね。それを抜いてしまうとこんなにシンプルで簡単なんだということを知ってもらいたいなと思います。で、今日使うパーツですね。今日使うパーツ CPU セレロン G1840 ですね。市販で5000円以下で買えます。で、メモリがアダタの 4GB、 これも5000円以下で買えます。で、マザーボードなんですが、ASUS H81ME、 これも5000円以下で買えます。で、あとですね、電源、これ中古なんですけど、まあ新品でも安ければ3000円から4000円ぐらいですね。で、マルチドライブ LG です。いつも2000円しないです。で、今回使うハードディスクは SSD となります。 120GB、 6700円かな、はい、ぐらいですね、はい。で、だいたい一揃えですね。ちょっと OS が入ってませんが、 OS 抜きで2万6000円ぐらいです。電源を3000円と換算してます。で、まあって言われると安いなと思うと思うんですけど、やっぱ OS 乗せると1万円ぐらいは乗っかってくるんで、それをご理解した上で見てもらえばいいと思います。はい、そしたらですね、多分ね、5分かからないと思うんですね。で、軽く説明しながらやりますが、それでも多分5分かからないと思うんですよ。はい、じゃあね、それでは今からスタートです。まず CPU ですね。 CPU を溝に合わせて取り付けます。そして蓋を閉める。で、蓋を閉めた時にこれ取れるんで、これでいいと思います。そして次につけるのは CPU ファンです。まあ次につけるって言ってますけど、別に順番は関係ないですけど。で、新品だとここにグリスがついてますので、そのまま取り付けてもらって構わないです。で、これもう何回か取り付け取り外しを繰り返したので、グリスを拭き取りました。なので、グリスはちょっとだけ塗っときます。新品で買った必要ないんでね。今回はもう取り付け取り外しを繰り返しすぎたので、新たにちょっとつけました。はい、そして CPU ファンを乗せます。で、4箇所ですね、穴にちゃんと入れて、カチッというまで音が鳴るまで押してください。1回2回3回4回ですね。対称に押していくといいと思います。で、だいたい裏から見て綺麗にですね、同じ出っ張りが出れば OK です。はい、そしたら、CPU のコネクターを CPU ファンと書かれている部分ですねに挿します。はい、そして次にメモリーですね。 4GB1 枚今回使います。この 4GB1 枚をスロットどちらでも構いません、挿してください。はい、これで終わりです。で、マザーボードはこれで終了なんですが、この後にだいたいケースという作業が入ってくるんですが、今回ケースを抜くので電源がいきなり現れます。はい、電源ですね。で、電源とマザーボードの配線が極端に楽になるんですね、ケースがないから。まず CPU へコネクタを挿します。そしてマザーボードへ主電源ですね。主電源を挿してあげます。はい、
電源の配線はもうこれで終わりなんですね。そして次にですね、シリアル ATA ケーブルを使ってマルチドライブとハードディスク、今回 SSD ですが、この2つの接続をします。はい、そしたらまず SSD のシリアル ATA にまず挿して、でマザーの、だいたいこういう時は0に挿すんですが、はい、挿します。はい、で次にマルチドライブをシリアル ATA ね、でこれもマザーに挿します。基本的にハードディスクの方が若い番号で、マルチドライブの方が3とか4とかに挿すのが普通となってます。はい、そしたら電源の方からですね、シリアル ATA の電源を取ります。まず SSD へ電源を挿します。はい、あとはマルチドライブも電源を挿します。はい、これでシリアル ATA の SSD とマルチドライブも終わりです。これで終了なんですね。んで、あとはモニターケーブルをマザーボードへ挿して、起動確認のためのキーボードを挿しておきます。はい、そして電源に電源本線ですね、コネクターから電源を挿しておきます。はい、これで基本は完了です。組み立ては完了です。でですね、ちょっと今探しましたけど、今回パワースイッチというものを使って電源を入れたいと思います。これケースのスイッチのただのちっちゃい版です。特にどうこうないですね。で、Amazon さんで、900円ぐらいで売ってますんで、はい、そしたらこのパワースイッチの挿します。はい、そして電源のこれ、本体ですね、電源の本体のスイッチを O から I へ入れます。はい、そしてこのパワースイッチのスイッチを入れるとですね、で、デリートキーを押してやれば、CPU の設定で F1 キーを押してやれば、こうやってもう BIOS の画面がちょっとちらっと見えてると思うんですけども、はい、ここでですね、マルチドライブがちゃんと認識してるかですね、あとメモリーが認識されてるか、CPU が認識されてるか、SSD が認識されてるか確認してもらえれば OK ですね。はい、ケースがなければこれで終わりです。あとはマルチドライブへ Windows 7のディスクを入れてインストールするだけなんですね。非常に簡単です。これをですね、うまくケースに収める作業が一番難関だと言っていいと思います。はい、これぐらい自作っていうのは意外と簡単なんですよね。んで、まあもちろんいろんな構成によって変わってきますけど、
あのとりあえずトライするにあたってこういうパワースイッチとか使ってね、あのちゃんと動くんだよって分かってる状態でケースに組み込むとすごい精神的に楽なんでいいと思います。で初心者もね、あの CPU とマザーの相性とメモリとの相性とさえしっかり押さえておけば、あの本当に気楽に挑戦できるんではないかと思っております。はい、これもねパワースイッチを長押しして電源切ってもらえれば普通にまた本体のスイッチも切ってもらって、はい、ケースにきれいに組み込めば本当にこれで終わりなんです。はい、今日はね、自作は意外と簡単だということをお伝えしたい動画でした。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。